ここは病理室圏理鎮ですお客さんがザボンを買いに来ました普通ザボンは重さが2ラム前後ですがこの品種のザボンは1個で5ラム近くありますバスケットボールと比べてみるとほとんど同じです生産者のライイセイさんによると袋をかけないでいると見栄えに食われて見かけが悪くなるそうですこのザボンは大きいだけでなく特別に香りが高いためよく見栄えがやってきます袋をかけて身を守ります ライさんは、この木は接ぎ木をしています、タイ原産のザボンを接ぎ木しているんですと説明します、ザボンの栽培で30年以上の経験があるライさんは、4種類のザボンを栽培しています、今年は大豊作で、しかもバスケットボールほどの大きなザボンが育ちました。